たまらん太郎のしんべヱもされてて、もうしんべヱ多分わかんないですけど、あんまり作らないでいけて、うん、歩く着ぐるみって真由美ちゃんと美波ちゃんがそのままだよね。あの田中真由美さんも、うん、まあ、今多分言っても大丈夫と思うんだけど、うん、最初はしんべヱで受けたそうですよ。うん、私は的に丸をやりたかった。もうしんべヱで本当はもっと本当の新人さんでやりたかったっていうのに、ね、やりたくなかったって言われて、あ、ちょっともうじゃあある程度10年目ぐらいでしたかね。変みたいな感じだから、新人で変みたいな感じのイメージだったんですか、ね、そう、だからなんかみなみちゃんとまゆみちゃんは分かったんだけど、はい、しんべヱは私と思わなかったらしくて、ある人が、お前新人が入ってきたいや全然すいません、全然新人じゃありませんでした、ポッポーみたいな感じで。